はい、皆さんこんにちは、ちょでございます。トラクインセブンやっていきましょう。確かねスライムだよね。で、回復はしてますね。うん、いけるでしょう。あとはあのボスだね、スライムの、あ、スライムの彼がいないんだね。どっちだっけ。こっちだね。あ、いたいた、前で待ってんだわ。おお、来た来た。さあ今度こそあの魔物を倒しまおうぜと。こっちでよかったかな。多分こっちだよね。あ、そ、あ、違う近道あるんだわ。さあこれでマリベルさん、マリベルさん殴っときましょうか。マリベルさん十分強いね。すごいよね。前にも言ったと思うけど、泥でスクールド唱えるってすごいよね。セメントになるのかな、そんな感じなのかな。でも正直泥がセメントになったら攻撃力も上がるよね。とまあ勝手にそんなことをね、妄想しながらやってますけども。お金大丈夫かい？いや大丈夫かというか、お金貯まりすぎてない。あ、過ぎてないね。こっちだ。うわもうこっちからいっちゃおう。うわエンカウントします。しかもこの長いのがエンカウントか。魔法あったら一発なんだけどね。聞きませんほんとマリベルさん硬いね。めちゃんこ硬いわ。なんでしょうねこれ、コンピューター。普通このゲームはね、先頭にいればいるほど、まあ他のゲーム大抵そうですけど、一番先頭にいる人間に集中して攻撃が当たる仕組みなんですけども、どうもなんかこれマリベルさんにすると2番目に、それもある程度防御力がかけ離れてると、そういう設定になっちゃうのかな。うわーこれ遠回りしちゃったね、ごめんなさい。そういえばですね、昨日ユーロトラックシミュレーターかな、昨日というかね、これ実際月曜日だと思うから昨日じゃないんですけど、一昨日になるのかな、違うね、3日前かな、先週のね金曜日だと思うんですけどね、ユーロトラックシミュレーターで言ったと思うんですけど、うちの事務所に何かがいると、セキュリティがね働いてという件なんですけど、未だに何か動いてますよくわかりませんけど、恐ろしいんですけど、穴は小さくて、あっちの体は飛び抜けられそうにないと。あ？うん。え？何これ？行ってくんないの？あ、これしないといけないのか。あっと、ここは裏に任せてくれよ、と。あ、さあ行こうぜ、と。おそらくもう彼の出所はもうないんですけどね。これもかな？あ、これはさすがに言わない。待っていきなさいよという感じですね。急ごうも回れかな。いや違ったね、正解だったね。ああ、まただ、まただ、これ間に合わないねきっとね。あ、そっか、間に合わないんだったら、しまったね、回復しきゃよかった。あ、そうだ、しかもこれ私2番目じゃないから、私3番目だから、あれなんだ、
3番目ばっかりダメージ食らってたんだ。もうマリベルさん道具使っちゃいましょう。祝福をアチュさんにね。アチュさんばっかり食らってる。どういうこと。もうだ永遠にやってあげるよ。コンクラベだ。やっぱこのキングスライムは弱いよね。さっきのキングスライムは強すぎたんだよね。このスラッチさんが一緒に入ってきてる分ですけど。あ、なんか言ってる。おっと、そっちは足場がもろくなってんじゃ行かない方がいいぜと。あ、いいね、この子教えてくれんだわ。そうだ、私落ちたんだわ。前急がば回れか。はい、あ、入ったね。そうだね。おお、スラッチさんいいね。さあ来ましたよ。さあやっていき、おっとそっち足場がもろくなってんで、あ、なってんだ、行かない方がいいぜと。あ、なるほど。え、でも待って、ここに来るのはスラッチ君がいないと来れないんで、あのセリフが出たところでハマることはないんだよね。あれ、やつがいねえと外に餌でも探しに行ってんのかなと。それともオイラたちに恐れはなし逃げたのかなと。やはり腰抜け目、悔しかったら姿を現せと。もうフラグビンビンに立ってますね。わ、本当に来たと。あ、あんたたち後のことは任せたぜって。もうよくあるパターンですよね、本当に。ヒットポイントはまあ大丈夫でしょう。さあ、グルグルグーと。もう何も言いません。あのギガミュータント、はあ、よくもまあこんな図体でここまで飛んできたもんねと。うわ、ぶっ最高な魔物だってもう散々言われ放題ですけど、ここは一発マリベルさんバッチリ頑張ってください。で、私は呪文だね、スカラをマリベルさん入れないといけないかな。とりあえずマリベルさん入れましょうか。おお、入れててよかった。これシャレなんないわ。これちょっと待ってね、もう一発いけるか。あ、でも向こう私より早いね、動きがね。おお、びっくりしちゃった。これスカラでもダメな気がするね。作るの。ほっ、え、2回私早かったね。となると、フバーがないもんね。マリベルさん祝福を私で、私がベホマだね。あ、早かった。うわ、これひどいな。あ、全然効かなかった今度は。おー、これどうしよう。私は一応スカラを自分にね、38か。どうしよう。かといって私何かスカライダー以外にすることないんだよね。バギマ特技は誘う踊り、不思議な、なんもないね。受け流し、ああ、回復はないね。ドラゴン斬り、これどう見てもドラゴンじゃないよね。ギガなんとかだから、あ、ギガミュータントなんで。どうだろう、ここ大事取るか、ベホイミリオか。うん、大事取りましょう。あ、てかガブ君回復させてもよかったね。
あ、全然あの一撃が軽くなったね。マリベルさん、ベホーマで対処するとして、ベホイミをガボクに当てましょうか。まあ私完全に回復だね。これコマンド間違えたら終わるもんね。スピードが速いのが本当助かるけどね。あー、マリベさんだいぶ冷たい息はいいのか。あー、そういうことか。冷たい息はいいんだね。だからね、もうとりあえずメラニでいっときましょうか。で、私も攻撃いくか。37、ルカナが欲しいんだけどね。おっ、あ、2人同時に戻っちゃった。祝福を自分に入れて、私はスカラ入れときましょうか。あっ、勝った勝った。おお、なんだろう、泥試合ではなかったけど一体的だったね。はい、1230ポイント。はい、ギガミュータンが宝箱。おお、不思議な石板悪化が。あ、やったー、これでここは元通り。俺たちストライムの住処だ。早くこのことを仲間たちに教えてやらなきゃなーと。飛び降りるのかい？いくらストライムでも、ちょっとと思ったんだけど。おお、なんとかなりましたね。あ、もうこっからあれかな、落ちていったらいいのかな。その方が早いよね。で、ここから落ちていくんだ。でもここで降りたらいいのか。なんとかなりましたね。お敵さん出てこないのかな。そんな雰囲気だね。いや、これでなんとか石板が揃いましたので、次行けますね。やっとこう、あ、ここから落ちよう。あ、敵出てくるわ。いや、なかなか私の MP が下がりましたね。あ、回復、あ、してないね。よいしょ。で、これでいいのかな。いや違う、これ地下室だ。で、こういけんのね。わかりました。じゃあこれでね、もうスライム、あ、一応帰ってみる、地下行ってみる。お地下室って簡単に行けたい。あ、いや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 、あ、スライムたちのとこ行っとくべきだったね、さっき。あ、いや、こっちは行けんのか。そうかそうか、よかったよかった。あ、いたね。おお、あんたたちか、よくあの怪物を倒してくれたな。おかげでこれからは安心してここで暮らせるよ。ありがとうなと。よくやった人間たちも、あ、スラッチよくやった、人間たちもよくやった、えらいえらいと。スラッチから聞いたよ、あの怪物を倒したなんてすごいや。何かお礼がしたいんだけど、僕たちにあげられるようなもの何も持ってないんだよ。本当にごめんね。いや、仲間なってことはいいんだけどね。ピピピッと、彼は喋れないんでしたよね。さあ、これで無事、終了しましたが、ただこの町の彼らに言うことはないよね。ようこそハミエの町へと。うん、ここで特別言うことはなかった。いや、これ依頼を受けてきたっけ。そうだよね、依頼を受けてきたと思うんで、彼の家を探さないといけないのか。もうね、1週間経ってから覚えてないんですよね。ここだったかな。え、違うね。アズモフ博士は本当にすごい人だよと。ああ、これやったね。あ、もう何も分かってなかったから、もう進めちゃった。ごめんなさい。
さてさてと、あら、彼の家どこだったかな。これ違うよね。あ、違うわ。彼の家ここの辺だったような気がするんですけど、あ、そうだね。おお、アチさん、当のモンスターは退治していただきましたか。やったよ。そうですか、さすが私が見込んだ方たちだ。やってくださると信じてましたよと。ベック君、聞いた通りです。怪物がいなくなった以上こうしてはいられません。一刻も早く党の調査に赴きましょうと。はい博士と。スライムいるけどね。なんか本あんのこれ。もうなんもないんだよね。なんもないんだよね。あと気になるのはあそこだね。これで話進んだのかな。あ、いや聞いたくないです、伝説はね。なんじゃつまらないなって、もう聞いたもんね。で、どっから入ればいいのかな。あ、こっちだね。ここだね。で、こうなって入ってよいしょーと。これダメなのかな。ここはアズモフ博士がさまざまな研究の材料をしまっておられる場所だ。一般人には関係ないどころか何に使うかもしれんものばかり。早々に立ち去るがよいになってんですね。え、どういうこと。塔に行けということかな。塔に行ってみましょうか。これめんどくさいんだ。あー、ルーラー使えるよね。ハーメリアだね。と、一応行ってみましょうか。彼らいるのかな。あ、来た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 。アーチさん、話が違います。モンスターは退治したとか言っておいてしっかりまだいるじゃないですか。あ、早くあいつを何とかしろ。ちょっと待って。あ、彼らか。アズモフ、ベック、ヒャーと。アチたちじゃないか。なんでそっちのさんはあんたたちの知り合いなのか。そうですよ。いいえにしてもいいですけどね。それじゃあ驚かして悪かったな。てっきりこの塔を荒らしに来たのかと思ったんだよと。失礼な、博士がそんなことするわけないだろうと。それじゃあ一体人間がこんな山奥に何をしに来たんだよと。そんなのお前らに断る必要はないぞと。これこれベック君、そう喧嘩腰になっちゃダメですよと。私がここに来たのは私の町に伝わる伝説とこの塔の関係を調べるためです。決して塔の中を荒らしたりあなたたちの生活を邪魔しに来たわけではないんですよと。人間ってのはおかしなことをするんだなと。そんなどうでもいいことかよと。どうでもいいだって。お前らなんかに博士の研究の素晴らしさがと。あもがもがと。まあまあベック君、いいじゃありませんか。価値観はそれぞれですよと。まあいいや、あっちたちの知り合いなら大丈夫だろうと。調査なり何なり好きにやってくれよ。おいらたちには関係ないもんなと。みんな聞いた通りだ。さっさと引き上げようと。果たしてこのイベントが何に結びつくんだろう。いや、助かりました。まさかあのスライムたちがアチさんの友達だったとは。おかげで心置きなく党の調査ができます。いや、逆にね、私こうスライムと知り合いだったら疑われそうな気がするんですけどね。怪物側の人間だとかね。てか人間じゃないなって言われそうな気もせんでもないですか。さあ、ベック君行きましょうと。はい、博士と。ん？どういうことこれ。どういうことでしょうね。上まで行った方がいいのかな。でも敵出てくるんだよね。うわ、またこれだ。またこれだ。あ、行けたね。こっちの方が経験値いいんだよね。ね、全然違うもんね。一匹で450、あっち倒して450だもんね。あのスライム、キングスライムでしたっけ。じゃあね、ちょっと時間よろしいのでこの辺で終わっておきましょうか。動画のクエストセーブも終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。